はい、ピースクです。サクスペやっていきますということで、山登りです。はい、スタートでございます。はい、ちょっとねマジで遅くなっちゃいましたが、はい、帰り遅いくてすいませんで、今日からスタートです。レベルマックスです。はい、まあ、もうみんなやってるかと思うんですけど、はい、千丸サボり癖などはないよということでございます。はい、天才覚醒もないよということでございます。海岸もないよということでございます。はい、でですね、まあ、ハイスピンと大打撃が特効なので、はい、まあ入れていきたいのと、まあ、あとうまいことね組み合わせていけたらいいですねっていう感じの、内容となっております。はい、で特効でお社長が来てるんですけど、もうちょっともう俺はちょっと引ける気がしないのでするトゥルーさせていただきます。ストローさせていただきます。はいはい、でも3月までやってんだね。うん、まあちょっとギリギリまで待ってみてもいいかもしれない。あ、山も3月までなんだね。はい、そうなんですね。これはもう終わっちゃうんだね。はい、もうとっととどっか行ってくださいもういやもうほんと引ける気しないからね。そんな、あの、持ってない人は、まあ、そんなに悪いガチャではないと思うので、社長さんね。あの、1枚必ず手に入るので。うん。まあ、できたら PSR 欲しいっていうのはありますけど。うん。まあ、悪くないんじゃないでしょうか。はい。って感じです。あー、で、きらめきもらえます。あざっす。はい。まあ、あと石が、もうちょっと、あの、数増やしてほしいけどね。うん。まあ、実質1個みたいなもんなんで。はい。で、まあ、チョコは集めてないので集めましょう。俺です。俺です。で、あれよね、ハゲゾウよね。ハゲゾウランキング一緒かなとは思うんですけど、報酬具合ね。はい。はい。なるほど。PSR が、まあ、トップ10までもらえますよという。で19年の SR チケが、結構いっぱい入るので、まあこれ狙いっていうところで、うん、まあ、ちょっと頑張ってみるのはまあありかもしれない。まあ、100位入れるとね、まあ、かなり美味しいかなと思いますけど、うん、そんな感じですかね。トップ10はだいぶやんないと無理だと思うので、はい、そんな感じです。で、まあこの累計はしっかりクリアしましょうっていう、あの R ハゲも銀ハゲもちょこちょこありますので、うん、ちょこちょこねありますので、はい、そうなんですよね。まあでもパワーちゃんとかがないので、まあもうちょっとくれてもいいかなとは思うんですけど、うん、ガチャスタンプとかもないですしねとは思いますが、はい、まあこんな感じでございます。あ、であれかな、アンドロメダがなんか強化内容くれるよっていう感じらしいんですけど、あ、日野くんが、バズーカ取れんの、面白いね。で高速レーザー、なるほど。え、2個取れるってこと。電光石火プラスってこと。ちょっとわかんないな、見てないからわかんない。あ、でアンヌ来ましたね。でアンヌ別バージョンあるので、うん、もしかしたら来るかもしれないですね。せっちゃんのスタジオが、もうすぐです。まあ、アンドロメダで活躍できるのかな、わかんないけど、うん、どうなんだろうな。まあ、無理にスタミナ上限のキャラ入れなくてよくはなるので、まあデッキの幅は広がりますよね。うん、街道と、上限両方っていう感じなので、うん、そういう残りを組みやすくなるかな。あ、で、信号、読めない。新電光石火が来ますね。あざす。まあ、ジャギがより強くなるっていうところですね。うん。まあ、あと、コンノとか、コンノとか、まあ、ブラックとかですよね。今後、パワーポケで来る。ブラックとかが電光石火持ちで、まあ、基本的に使われてたキャラって感じかな。うん、まあ、後々で言うと、カミラの、ハロウィンに来るやつとか、まあ、だいぶ先っすけどね。うん。
とかも結構いますね。電光石火は、まあ、しばらく、まあ、北斗もそうだし、アスレテースも、あの、高校金とか入ってるので、うん、しばらく新電光石火入り、デッキみたいのは、入っていくかな。アンドロメダはちょっとどうなのかわかんないですけど、まあ、ジャギが入るのかな、うん、そんな感じですかね。はい。で、トリックスターの時に、あれか、基礎値上げてなきゃいけないのか。選手能力によってアーティストとどちらかが手に入るように、これ2個取れるってことでいいんだよね。ちょっとあの文章がよくわかんないんですけど、シナリオ固有システムでトリックスターのコツ、獲得条件を満たした時選手の、別に増えてない。なるほど、トリックスターがアーティストになりますっていうだけだ、能力によって。なんだ、そういうことか。両方取れたらよかったんですけど、VR の獲得経験点調整ってことはバカ経験点出るようになるんじゃないのこれ。なるほど、彼女の参加率アップ。あ、まあここ、これやっちゃっていいのかな難しいところではあるんですけどね。まあしょうがないか。まあ金属査定が基本的に低いっていうのがあるので、アンドロメダに関しては、それでまあしょうがないかな。チームメイトの戦士能力強化、アンドロメダで出ますよという。なるほど、勝ちやすくなるってことでいいのかな。はい、図鑑、はいはい、なるほどね。はい、わかりました。なんかね、サクスペがね、こうやってあのアプリのなんか簡易版みたいになっていくのがちょっと俺は嫌だなっていう難しいからこそちょっと頑張れるみたいなとこあると思うんですけど、まあ他の高校もね、強くなっちゃってるんでね、しょうがないっちゃしょうがないんですが、まあね、コラボキャラ来ないとか、まあいろいろね、いろいろあるしね、いろいろあるんで、まあまあしょうがないかっていうところではあるんですけど、なんか難易度は一気に下がっちゃうことだけはないように、うまいこと調整してほしいなっていうのが願いですかね。まあ、急にエクストリーム来ないとか、まあそういうのは、まあ、それはそれでちょっと、どうなんだろうっていうのはありますけど、まあ独自の方を言ってるっていう考え方もありますけどね。まあ、なんつうか、アプリの時のなんか面白さみたいのが、欠けちゃうことが結構、まあ、両方やってるとね、あるのでね、まあ、そういうなんかのはないように、サクスペの方が面白いじゃんって思えるような感じになったらいいなぁと思うんですけど、まあわかんないですけどね、サクスペオンリーでやってる人にはまあそういう不安要素全然ないかもしれないんですけど、はい、そんな感じでございました。以上以上、ぼやきピースケでございました。はい、ということで、お疲れ様です。皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。